おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。今日は特にテーマを決めずに、はい、久々に弾いていきたいと思います。全体的に今必要なメッセージとして、これエンジェルタロット1枚引きで、あとはまあなんかアドバイス的な感じでユニコーンを弾いていきたいと思います。はい、ちょっと連日のリーディングであまりにもいいカードが出すぎてて、でまあすごく大きい視点で言えばいいも悪いもないんですけど、まあ、それにしてもあまりにもいい感じすぎて、で、まあ、それを見てこう、いや今現実実際全然そんなんじゃないのにって思う人がいるかもしれないって思うんですけど、なんかそういう時はその自分をもう一回よく見て感じてもらえたらなと思います。なんかその可能性っていうのは体でじゃなきゃ感じられないところだと思うので、なんかこれを見てくれてるっていう時点でその体が感じて反応して見てくれてるんだと思うんですけど、なんかそれを受け取るときに思考で頭で判断するんじゃなくて、体で感じてもらえたらなって思います。で、私も実際今お金が本当にないっていうとあれなんですけど、でも今手元にはほとんどなくて、でも1週間後には家を出るっていうふうに決めて、それはもうどんなにお金がなくてもやるとは決めたので、で、まあ、月末の支払いとかも普通にあって結構やばい状態なんですけど、でもまあ自分で決めてるから、別にそこに対して悲観的には全然なってない。まあこうなったのも、まあ、いろんなちょっとずつ経験を重ねてからそう感じられるようになってるだと思うけど、でもなんか今はすごく本当に出れることがすごく楽しみの方が大きいので、時々不安もちょいちょい出てくるけど、やっぱりどこに意識を向けるかっていうところをすごく大事にしてます。なので本当にそういうふうに自分が感じることに素直になると、もうそこから可能性がどんどん広がっていくと思うので、ぜひそういうふうに感じてみてもらえたらと思います。で、ちなみに私なんかちょっと暑いのでリュック一つで出ようかと思ってたんですけど、やっぱりもう実家に荷物を置いていくのはやめようと思って、最初ギターケースもスーツケースも持っていくつもりで、でもやっぱりリュックでとかって途中で思ってたんですけど、でも結局全部持っていくことに決めました。なんでちょっと飛行機とか乗るの大変なんで、あんまり最初遠くに行けないかもしれないけど、まあどうなるか分かんない。でも楽しみにやっていきたいと思います。なんでまたもうちょっと荷物を減らしたりとか、いろいろしながら、じゃあこれから弾いていきたいと思います。じゃあエンジェルタロット、これ多分短めなんで
3枚引いて、あと、このユニコーンでいきます。とちょいちょいお腹が鳴ってて、すいません。 はい、じゃあいきます。お願いします。で、エンジェルタロットは逆位置も取ります。先にこれ引きます。お願いします。よし、じゃあ、した。では行きます。おお、1、おお、2、おお、3。今日もなんかすごい感じですけど、1、2、3。選んでください。 OK。 じゃあいきます。まず、5 of fire、 1番の方、5 of fire の逆位置。これは、これ通常のタロットだと、人がワンドの5なので、人が5人いて、で、棒をそれぞれ持って、こうそれで、まあ、戦ってる、ぶつかり合ってるみたいな、そう状況のカードなんですけど、で、でもそれは、ただぶつかり合ってるっていうよりは、そう、なんかそういうふうに、切磋琢磨、そうすることで、こうより、より良いものを目指していくっていう、目指していくというか、結果としてそういうものがそうできていくよっていうカードなので、で、そう、実際にこう意見を交わし合ったり、そう、そういう、本当に争い事が起きたりしてるのかもしれないけど、結果としてさらに良いものができていくよっていう、そうイメージのカードなんですけど、で、今これ、そう、これは逆位置、なんだろう、これはちょっと絵柄っていう気もするんですけど、いや、これ私は今なぜか木の根っこに見えて、そう、木の根っこで、そこに一つずつこうやって、なんか宝石みたいにカラフルな、なんかものが、そう、ついカラフルな、こうエネルギーの玉みたいなのがついてるっていう感じがしてる。これはどういうことだろう。なんかちょっとよくわかんないので、もう一枚引きます。Eight of water。 なんだ Eight of water。 なんだろう、今感じたことは、で、ここで今
軸が混じってると思うんですけど、そう、これは自由を表してるっていうふうに思って、この絵で、そう、こっちの下にあるものが、まあ、過去とか、なんだろう、今まで積み上げてきたものっていう感じがしてて、そう、だどっちかというとその内側にあるもの、そうっていう感じがしてて、でそこから外側にこう広がっていく、こっちが現実創造っていう感じがするので、でなんでこっから先の自由さを言われている、これ今見えないと思うんですけど、先はそう、ここに広がっていくものがものすごいあるよっていうこと、この空間、そうが言われてる。でこれ自分の中のことかもしれないし、あとは人と混じっていくことかもしれない、そう、それぞれが混ざり合ってこの先にできていく現実のことを言ってるのかもしれないし、ちょっと感覚的なんですけど、とにかくで自由なんですよ。ただここで混ざり合ってるってだけで、それぞれは一本の棒なので、本当に自由な方向に行けばよくて、でただここで混ざり合ってるってことがものすごく、なんていうか、力、なんか支点となってる、支える点、そうっていう感じがして、だからそれ合わさってどこまでも広がっていきますよっていうイメージ、そう、先が本当に未知の可能性、はい、っていう感じがしました。でなんでこれ引いたんですけど、エイト・オブ・ウォーターで、これは通常の、前ちょっと引いたか分かんない、そう前も引いたと、通常のタロットだと、まあ、感情の今までの感情のカップを置いて次のステージへ行くっていうことなんですけど、多分そういう段階の人がすごくたくさんいる、そうっていう気がする。でそう、それがその一人一人の可能性がこうやって合わさって、この先の現実を作っていくっていう感じなので、なんでそう、そういう気がするので、ちょっとでこれってもうただ置いて先に行くっていうことよりは、こう今までこうそういうふうに、なんていうか、作ってきたというか、その得てきた愛情っていうものにこうしっかり満足をして、でそこに感謝とかもできる状態で先に進んでいくっていう感じなので、そう、なんかすごくそういう、なんか次のステージへ、そう、でもただそれって怖いことでもあると思うんですけど、そこからさらに先に行くのって、そう、でもそういう段階の人がたくさんいる、でそういう人たち同士がこれを作り上げていく、そうっていう感じがします。ちなみに私は1を引いたんですけど、そうなかなか難しい そうなと思いました、この解釈が。でもちょっと今私はそんな風に感じてます。でこれ、そうで、だからここにつながってくるなと思ったんですけど、これアナハタ、ちょっと発音は分かんないんですけど、アナハタって書いてあって、これ無条件の愛っていう意味のカードなんですよ。そう、 Love without judgment、 そうだからこれを、そうここまでの、なんていうか、愛っていうのを経験してるからこそ、無条件の愛にこうを感じられるようになってきていて、でだからこそやっぱりこれをやっていくことができる、そう、共に創造してよりよく、そうより良い、だけどでもそれは想像できる、イマジンできることじゃなくて未知の可能性、そうっていうを作ることができる人たちが、そう集まってくるよっていう、そうでさらにその上に可能性を広げていくよっていうことを表してるって思うので、そう、はい、
条件の愛 without judgment。 なんでここからはさらにそう自分の可能性をなんかよりこうそれがより開いていくところだから、そうよりジャッジメントを自分の中で外していって自由にそう想像していってクリエーションの想像をしていってもらえたらと思います。はい、私もそう自分に言われてる。はい、そんな感じ。ちょっとすごい長くなったけど、はい、とてもいい感じです。はい、じゃあ2番目また出ました、すごいカードが。はい、クイーンオブファイヤーどんだけ出てくるんだろう。はい、クイーンオブファイヤーです。前も出てきたけどワンドのクイーン、これが出てくるってことは、はい、もう本当にそう、まあ、すごくエネルギーの状態もものすごくいい状態で、そう多分自分の中にすごくしっかりあるんじゃないかなって思います。こうそうで、これからでそれを貯めてるとやっぱり苦しくなっていくけど、でそれを本当にどんどん出してください、出していってくださいって。でそれは本当にやりたくないことに使ったりそうするんじゃなくて、もう自分が本当に情熱を注ぐことに使っていくこと、そういうそうすることでこの本当の才能が、自分の才能が生かされていくよ。才能とかそのパワーとかそう生かされていくよっていう風に言ってるので、はい、そういうカードものすごい最高にカリスマなカードが出てます。で別にカリスマってなんかカリスマっていうとやっぱり安室ちゃん的なそうそういう存在を思い浮かべがちだと思うんですけど、それってもう完全になんか自分の中での思い込みというかそう偏見、もう私もそういう傾向はあるんですけど、でもやっぱりこれそれってなんか結果的にその人がそうなってるから、その人をカリスマ的存在っていう風に言うと思うんだけど、じゃあ自分にその可能性がないって言えるのかっていう、そうなんかこういうものがカリスマ、こういう人がカリスマっていうのをことじゃなくて、なんかそれはその人が持つエネルギーを最大限にこう惜しみなくそう情熱に従って出していった結果、そうそういう存在になってるっていうことなので、これは誰もが持ってる可能性、それは別にそういうステージに立つとかいうだけじゃなくて、いろんなカリスマがあると思うんですけど、それは本当に自分にしか感じられないことだから、はい、その情熱をもっとこうどんどん出していっていい、そうっていう感じがします。はい、目立つことを恐れない。はい、でアドバイスカードカップケーキ、昨日も引いたんですけどはい、かわいいカードなんか、はい、これは、ま、昨日は自分を満たしてねって甘い何か甘い感覚で自分を満たしてねっていう風に言ったんですけど、なんかさらに言うならこう楽しんでねっていう、そうなんかちょっと太ってるけどこのユニコーンでもすごく自分に満足してるからすごい嬉しそうだから、こういうものがいいっていうことって本当に誰かの基準でしかなくて、本当の自分の喜びってその自分の感覚でしかわからないから、そう
だからそういうもので、そう、自分が本当に喜べることをやっていてねっていう、そう、心からこういい、なんかそう喜びを感じられることをやっていってねっていう、そうことだと思うので、それは本当にちっちゃいことでいい、カップケーキ1個だとしても、そう、それが積み重なって、そう、ものすごいエネルギーになる、はい、っていうことです。はい、2番、めっちゃ長いけど 1番が長かったから全部長くなって、はい、じゃあ次いきます。3番、セブンオブエア、逆、はい、これも前引いたカードですけど、逆で出てきた。これはなんか今来たけど、もう進んでいく時っていうか、そう、自分の中の信念というか、それを、そこをの、なんていうか、確認してまっすぐ進んでいくっていう感じがしました。なんかあんまりそういう意味はないと思うんですけど、ちょっともう一枚補足で引きます。なんだろシックスオブワーター、なんかすごい変な読み方なんですけど、これ今日この線がなんかエアなんだけど、これ海面に見えて、でそのこの下に2頭茶色い馬いると思うんですけど、これがもうなんかいらないものとして沈んでいってる感じがあって、でこの白い馬たちがこう浮かんでいってる感じなんで、まあ、これ通常のタロットだとこう目を盗んでソードを盗んでるカード、そう、ちょっと卑怯なことをしてるみたいなカードなんですけど、で私がいつも感じるのは、それって本当にそれを盗むっていうことをやりたいのかっていうことで、それは正々堂々とこう自分が勝負できる自信がないからそういう状況を生み出してるけど、そう、本当はなんか、そう、やり方はいろいろある、そうで、だから要はそういうふうに目を盗んでやるってことは自分の心と行動が一致してないよっていうことを基本的には言ってるんじゃないかなっていうふうに、そう感じていて、そう、なんでやっぱこことこのから下の白い馬とから上の茶色い馬がすごく分離してるっていう感じが、一人自分の中で分裂が起こってるっていう感じがするんですけど、それがそうこうなってることで、でこれそういうふうにその自分の中で、でももちろん分離し、いろんな考えがあって葛藤することとかってあると思うんですけど、でもその中でそれがずるい方向に出るんじゃなくて、自然とそういうなんか自分に自信が持てないような考えが抜け去っていって、で本当に自分がやっていきたい、そう、信念の方向っていうのが浮かび上がってくる、そこに従っていけるよっていう感じがするので、そう、そんな気がした。でなんでそう思ったかっていうと、そう、この「シックス・オブ・ワーター」っていうのが出てきたので。海なん、その海をイメージすればいいんだなということで、で、そう、で最初に引いた時もなんとなくこの線がやっぱりピーって入ってるのがすごい気になったので、そう、そういうことだなっていう気がしました。そう、はい、なので、ね、これからその自分の信念っていうのが、まあ、より明確になって、で、こ
こに向かって進んでいけるっていう、そう、そんな気がします。なんでとてもいい状態、そうなんじゃないかなって思います。はい、じゃあちょっとアドバイス、あやべ、もやっぱりそうだ、トランスフォーム、これトランスフォーム your life なんで、だからそれに伴って自分の生活にも、生活だしもう人生自体に変化が出てくる、そうっていうことなのかなって、これなんかフェニックスみたいな感じで、やっぱりあのこういう状態ってなんかすごく苦しいと思うんです、まあ、それがどれぐらい表面に出てるか分かんないけど、自分の中で分裂してる状態ってなんかなんとかうまくやってるように見えてもやっぱり苦しさがあると思うので、それそうでなんか先に進めない、アクセ、ブレーキとアクセル一緒に踏んでるようなところがそうあると思うので、でもそこもう本当に自分の信念をしっかり見てそこに意識を置いて進んでいくことでものすごい変容そうが訪れるっていう感じがします。そう、はい、なんでそうなんか今まで慣れして親しんだものをこう変えていくっていうことは怖くて勇気がいるかもしれないけど、でもその結果そうこんな風に、はい、素晴らしくそう変容が始まっていくよっていうことを言われてるんじゃないかなっていうふうに思いました。なんか唐辛子的なものが書いてある、はい、なんかよりその自分の良さが際立ってくるっていう、そう個性っていうか際立ってくるっていう感じがすごいします。はい、はい、じゃあこんな感じで結局やっぱり長くなったっていう、そうなんでちょっと今日は複雑な感じでしたけど、でも面白かった。はい、ありがとうございました。ちょっといっぱいカード出したね、最後はユニコーンで、はい、こんな感じで、はい、じゃあありがとうございました。はい、それではまた、バイバイ。